こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はサマナーズウォーをやっていきたいと思います。サマナーズウォーなんですけれども、不思議な召喚書をね、どんどん引いていきたいと思うんですね。何かしら出ればいいなと思ってるんですけど、14個あるので14個引いていきたいと思います。先ほどデビルモンセットを買ったので、あ、待ってね、はい、空きもあるのでやっていきます。で、先ほどデビルモンセットを買ったので、おお、司祭だ、引けるんですね。どんどんいきます。狼に、お願いします。そう、まあでもゾウさん強いからね、結構ね、えいなかなか光らない、もう大変だよ本当に。あ、いいや、お願い。おおおおおお、光った。おお、風暗殺者だ。風が一番いいって聞くんで、すごい嬉しい。いらない、いらないよ。おお、やったね。風暗殺者は嬉しいわ。まあでも、また、カリウドさんね、買ってくださいね。はぁ、あ、とか言って、まあでも、餌も大事だよね、このゲーム。メイパーさんもいさだね。おい、来い来い。リザードマン、はい、オッケー。はい、次。はい。はい、狼人間、はい、いらっしゃい。ランケン、おー、ブルドーザーさんだね。ラスニじゃん、やばい。ビアマンか、ラセチ光りません、無人。はい、ありがとうございました。はい、で後半戦でございます。はい、後半、せっかくクリスマスなので、またね、不思議な召喚書を引いていきたいんですよ。クリスマススペシャルってことで、14+12で26連プラス光と闇の召喚書もあるので、合計27連になるんですけど、まあどんどんやっていきたいと思います。はい、餌、うん、ハーピーさんね、ミノタウルスさんね、マーシャルキャットさんね。おー、光った、来たよ。クリスマスなんだからおめんか、風クリスマスプレゼントに風ジョーカーが良かった、君か。でもこの子ジョジョだよね、名前確か違ったっけ。あー、クドちゃんショック、まあ名字クドって言うんですけれど、おー、ちょっと光ってるのになんか、あ、すごいじゃん、クリスマスめっちゃ光ってるよ。ネオストーンエージェント、風、はい、どうなんだろう、オベア。あ、またすごくない、すごくない、私、え、あー、海賊船長か、そっか、持ってるよ、すごい。でも合計4回光ってるね、すごい。あ、いや、でもちょっと嬉しい、なんかさ、最近光るのも少なかったからさ、これだけ光ってくれただけで、なんかもうクリスマスのプレゼントもらえた気分です私。はい、はい、じゃあ光と闇いきたいと思います。ポチッとな、あー、エピキオン主催闇、はい、そうですか。これなんかあんまり微妙だったような、味方の体力が少し、うん、だよね、そんなに、やっぱ風には、風じゃないや、火には負けちゃうね。はい、そんなわけでした。なんかでも光ったので嬉しいです。風暗殺者をね、頑張ってね、育てようと思ってるよ、あの中だったら。雪が降らなくても大丈夫ということで、イベント紹介です。クリスマスのイベントがね、始まっておりまして、1月3日までなんですけれど、雪だるまを作ろうということで、
まあサマナゾーンをたくさんやればポイントがたまって雪だるまを完成できるという感じですね。私はあと9ポイントで腕もつけられる、うん、もう少し、まあ、でね、あの雪だるま完成したら毎日ランダム報酬であの報酬がもらえるので、ぜひ皆さん早めに雪だるまを完成させましょう。はい、そんなわけでメリークリスマスイブでした。はい、素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。私はあのゲームに勤しみたいと思います。はい、そんなわけで今日のコーデです。今日のコーデは、サンタ帽にサマナーズ T シャツにスカートです。はい、そんな感じでございました。今日もご視聴ありがとうございます。マミチャンネル、ツイッターやってるのでよかったらフォローしてください。あと YouTube のチャンネル登録、コメントの方も随時お待ちしております。そしてマミチャンネル公式のあの LINE のアカウントができたので、そちらの方もよかったらお友達追加よろしくお願いします。お友達追加についてはこちらをどうぞ。はい、あともう一点、 LINE のアプリで公式アカウントをあのいただけることになりまして、マミチャンネルわーというわけで、よかったらお友達になってください。いろんな配信したいと思っております。あと LINE のアプリであの新しくライブというあの生放送配信用のアプリが配信されまして、そちらの方でもね、あのいろいろ生放送をどんどんしていきたいと思っているので、そちらのアプリもダウンロードしていただければなと思っております。あのそこの方でも友達になれるので、あのよろしくお願いします。カテゴリー、そっちのライブのアプリの方ではあのいろんなカテゴリーがあるんですけど、あのモデルの中のカテゴリーの中にマミチャンネルがいるので友達になってください。 LINE の方はあの多分今あのここら辺に出してるので、きっとやり方を見てあげてください。はい、そんな感じでございます。はい、そんなわけでございました。今日もご視聴ありがとうございます。ではでは、もうすぐね2015年も終わりますけど、素敵なクリスマスをお過ごしください。ではご視聴ありがとうございました。またね。